MMA rule match. Kazuyuki Fujita vs. Karan Ibrahim.さあ、いよいよ史上初現役の金メダリストがダイナマイトのリングに参戦してまいりました。相手は日本の藤田です。いや、僕はですね、はい、今回のダイナマイトの選手たくさんいるんですけど、このイブラヒム一番楽しみなんですよね。現役のオリンピックの金メダリストで、はい、そして4年後の北京ももちろん金メダリストの最高峰と言われています。オリンピックに行けなかった男藤田が現役のイブラヒムに行った。とにかく身体能力がすごいですからね。はい、なんといってもグレコローマンで96キロ級でメダルを取って、スタンドで殴り合おうというのか。イブラヒムが行った、突き放していく。なんとこのイブラヒムは殴り合いに来ましたね。ボクシングも3年間やっていたといいます。そういったボクシング経験もあります。タックルではなく殴り合いでした。殴り合いときましたね。藤田が汚染する現役の金メダリストイブラヒム、さあ抱えた。自分には20種類の投げがあると言います。その投げで藤田をマットに叩きつける、そう話していたイブラヒムです。金髪が日本の藤田、その何といっても20種類のスープレックス。ちょっと面食らいましたね、藤田選手はね、はい、殴りに来るとは思わなかったです。距離開けて戦おうとしてますね。そうですね、もっとくっついてくると思ったんですけど。手足が長いイブラヒム、エジプトの英雄です。ただちょっとね、パンチ的に顎があるんで、ちょっと危険は危険ですよね、イブラヒム。しかしながらこのプロのリングでレスリングを主体とするのではなく、殴り合いでいこうという現役のアテネオリンピックレスリング金メダリストイブラヒム。向こう側、あ、右当たった、藤田が最強とは何かはこの男を倒せば分かると言った。